<music> こんにちは奈良マラソンランニングクリニックコーチの佐藤光子です2年ぶりの奈良マラソン、皆さんに再会できると思うと本当に嬉しいですでもコロナ問題はまだ収束したわけではありません なぜ今マラソン大会を再開するのかもちろん感染予防は大切ですが、運動不足による体重増加、体力低下、ストレス増大など、いわゆる健康二次被害もとっても心配です。幸い、ランニングは人との距離を取りながら自分のペースで行うことのできるスポーツ。私の所属するランニング学会も感染対策を取りながら、 健康ののたためのランニンニグは続けけままししょうと呼びかけてきました今回、奈良マラソンを再開することで、大会に出るために健康に気をつけ、コロナに気をつけるランナーが増えてくだされば、そんなランナーの意識や行動が、ご家族など、周りの方々にも広がってくだされば、そんな思いで私たちは今、奈良マラソンの準備を進めています。でも皆さん、 久しぶりのマラソン大会に向けてちゃんと準備できていますかこれは私の考えるマラソンレースに向けた1年計画ですそもそも日頃から週34回ゴルフでもウォーキングでも何でも良いので運動習慣のあることが大前提そしてマラソンへのステップ1はその週34回の運動がランニングとなって1時間ぐらいなら平気で走れるよという状態。 こうなれば私はランニングをしてますランナーですと言えますよね健康のためのランニングならここまでで十分ですでもフルマラソン挑戦にはステップ2が一番大事お休みの日などたまにで良いので2時間ぐらい走りながら飲んだり食べたりすることにも慣れておきましょう水分だけでなくエネルギー補給も必要なのがフルマラソンなのです こうして徐々に準備をしていくとおのずと目標タイムがはっきりしてきます。目標タイムに応じたペースをしっかり身につけるのがステップ3です。理想的にはレースの3ヶ月前にはステップ2に進んでおきたいもの。でもまだ走り始めたばかりの方は無理をせずステップ1から始めましょう。これからだんだん気候も良くなってきます。11月頃に一度ぐらいはスポーツドリンク、 エネルギーゼリーあるいは飴やチョコなどを持ってピクニック気分で走る体験ができればいいですねそれでは走ること以外のトレーニングも紹介しておきますまずは筋力アップ太ももの筋肉これがしっかりしていないと膝を痛めます「パテラセッティング」別名枕つぶし膝の下に枕やクッションなどを置き太ももに力を入れてぎゅーっと と押しつぶす動作です10秒から30秒ぐらい力を入れてキープするといいでしょうスクワットは椅子の前に立ち椅子にお尻が触れたら立ち上がる方法がおすすめです一度に10回から20回で構いませんたくさんやるより正確に特に膝とつま先が同じ方向を向いているように気をつけましょうブリッジはお尻やハムストリングス トランクカールは腹筋を鍛えます。どちらも、1、2、3、4と数えながらゆっくり持ち上げ、ゆっくり下ろすのがおすすめです。最後に、ほぐす運動も習慣づけておきましょう。長時間、長距離のランニングができるようになると、むしろ筋肉が硬くなることで故障につながります。片足で立ってバランスを取りながら、ゆっくり、 膝で円を描いたり、太ももを前後に振ったりする運動は、股関節の周囲を鍛えながらもほぐしてくれます足指でグー・チョキ・パーとじゃんけんをしたり、床に置いたバスタオルをたぐり寄せたりテレビを見ながらでもできるこんな運動で、土踏まずやふくらはぎの故障を防ぎましょう次回はマラソンと心拍数のお話をする予定です またお会いしましょうね。ありがとうございました。